こんにちは、クリッカーズッキーです。一段上を行くノート e パワーニスモ S の加速性能、走行性能。日産にとって久しぶりにいいニュースが出てきました。ノートがあの絶対王者プリウスを破り、2018年登録者販売台数ナンバーワンを獲得しました。不祥事やゴーン氏の話題など、日産のダークサイドが目立ってしまっていた裏で、e パワーを含むノートは売れに売れまくっていたのです。そのノートのグレードの中で最も尖った存在が e パワーニスモ S。今回 e パワーニスモ S と e パワーニスモとを乗り比べて感じた印象は、例えるなら標準のノート e パワーが羊ならニスモが狼、ニスモ S は犬神様、それくらいの違いがありました。ニスモ S は最高出力 100kW、トルクは 320Nm とニスモに比べて約 25% 向上させ、よりパワフルな走りを持ったハイチューニング仕様です。ニスモは D レンジの S、エコモードに E パワードライブを設定していますが、対するニスモ S は D と B の2つのレンジそれぞれにノーマル、S、エコの3モードを設定。最も強烈な組み合わせは B レンジの S モードで、アクセルペダルのオンオフ時の加減速を最大の強さに設定。E パワードライブによるワンペダルでの加減速操作がよりドライバーの意のままになり、メリハリある走りができます。まずは D レンジのノーマルモードを比べると、ニスモ、ニスモ S に加減速の違いはほぼ感じられません。どちらも E パワーの滑らかな加速と減速ができ、少し固めのサスペンションとも相まって、ノーマルのノート E パワーに比べてボディの揺れが小さく、ダンピングの効いた乗り味です。続いて B レンジの S モードにすると、ニスモ S は豹変します。もともと E パワーは力強く滑らかな加速をするとはいえ、どこかで頭打ちになる加速感でしたが、ニスモ S はどこまでも伸びていきます。またアクセルペダルを少し踏んだところから音もなく、ドンと前へ強く押し出される感覚は、一度味わってしまうとニスモが物足りなくなるほど。踏み始めの加速が抜群にいいため、コーナー手前で減速したスピードをコーナー立ち上がりですぐさま回復できるのは、ドライバーにとってまさに意のままの加減速。さらにニスモ S で意のままの加減速と同じくらい素晴らしいのが、コーナーでの安定感の高さです。ロールが小さいということではなく、常にタイヤが路面を捉え続けるため、路面の外乱に強いのです。一般道には大小のうねりや傾斜、アスファルトの継ぎ目などがあり、また砂利、水分、落ち葉などが散乱していることもあるなど、車を走らせるための条件としては理想的とは言えません。ニスモ S は厳しい条件のコーナーであっても、常にタイヤが接地し、多少ボディが上下に跳ね上げられても接地感がすっぽ抜けることもなく、車が粘るため安心感が非常に高いのです。サーキットを走ることだけを考えたら、旧来のスポーツカーらしく、太くて扁平率の低いタイヤと引き締め上げたサスペンションを覆っておけば、スポーツカー好きはごまかせるかもしれません。しかしその価値は、整備されたサーキットでない限り 100% のありがたみは体感できません。それどころか一般道での辟易させられる乗り心地に体力を奪われ、車に幻滅をしていくかもしれません。ギャップへの強い理由は、ニスモ S、ニスモともに装着している16インチタイヤ 195-55R16 横浜 DNA S ドライブの恩恵が大きいと思いますが、そのタイヤのアドバンテージを生かすため、車両ともタイヤからの入力をいなすサスペンションのセッティング、ボディの要所に補強された車体が大きな要因だと考えられます。日産によると、主にアンダーフロアへフロントクロスバー、フロントメンバーステイ、トンネルステイ、リアメンバーステイなどの装着で、クイックなレスポンスと負荷の高い乗り心地を実現したそう。 e パワーニスモと e パワーニスモ S での車体パーツの違いはありませんが、ニスモ S のパワフルさも余裕でカバーする芯のある車体剛性感は、ぜひ一度体感していただきたい性能です。ただし、ニスモ S 専用オプションのニスモシートの乗降性の悪さは気になるところ。上半身のサポート性は抜群に良いのですが、ももの横にあるサポートが高くそびえ立っており、車への乗り降りが困難です。シートバックの角度調節も、通常のレバー式ではなくダイヤル式、ヒップポイントの上下昇降はないなど、ドラポジを合わせにくいというネガティブ要素もあります。また
かなり固めのシールを使っているため、クッション性も犠牲になっています。サーキットを走りたい、よりスポーティーな雰囲気を楽しみたいという方には良いシートですが、よくできた標準のニスモシートの方が乗降性、快適性は高く、またサポート性も十分にあります。ニスモ S の購入を検討され、シートを選ぶ際にはぜひ吟味をしていただきたいです。筆者の個人的な見解では、ニスモ S に標準のニスモシートを選択するのがおすすめです。ニスモ S の車両本体価格は267万1920円税込み、ニスモは248万8320円税込み、約184,000円の価格差です。どちらがおすすめかはユーザー次第ですが、コンパクトなボディ、パンチの効いたパワートレイン、ギャップに強い足回り、サーキットには行かないまでも走りは大切にしたい、こうした楽しみ方を望む方にはニスモ S がおすすめです。今が旬のジャパニーズコンパクトスポーティーカーのあるカーライフはいかがでしょうか。